広島県内23の市町をめぐる沿線遺産。舞台は安芸高田市吉田町です。前回は長い歴史を守りながら新たな商品作りに挑戦している時計店を紹介しました。今回も吉田税務署前バス停周辺で沿線遺産を探します。おー、白壁のいい雰囲気の建物ですよね。米重商店さん、よろしくお願いします。お願いします。うわー、ここは何屋さんになるんですか？できればコンビニですね。乾物屋になりたいって感じではあるんですけどね。どっちか、乾物屋さん、目指せ乾物屋なんですか？ですかね、どっちかというと、はい。売りの商品っていうのは何かあったりするんですか？板わかめ。板わかめ、はい、ここに来て板わかめいいっすね。いやいや、いいじゃないですか。いやいや、 今が 旬というか。そうか、そういうことか。今がシーズン。今がシーズンなんですか？わかめにシーズンってあるんだ。創業年は定かではありませんが、曽祖父の代からこの場所で商売をしていたという米重商店。昔ながらの雰囲気を色濃く残しています。いつもお一人でされてるんですか、お店は？だいたい一人で、うん、でまあ母がいるので、母がまあ店番でちょっと出てたり。今日お母さんもいらっしゃらないですか？今奥で犬を相手してます。犬を相手している、はい、めっちゃ泣くんで。あーもうちょっとね、奥からねガリ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 音がするんですよそう、もう来たらもう今お母さんだもうすごいことになりますから来たらここまでこう店舗部分が広いってなかなかないですよね。ズドーンと奥まで。そうですか。続いててすごい広くないですか？あんまりその感覚ないんですよね。あ、そうっすか。割とずっといるんで。そうなんだ。むしろなんか他のところに行った方がわーって思うぐらいで。そうです。ちょっとここにちっちゃい道があるんで。まあ立派、立派ね。うわ、長いわね。え、長くないっすか？確かにちょっとこっち側はよく言われます、長いって。長いというか広い、ごめんなさい、長いっていうのは失礼だ。いや、これもうちの母屋なんで。長っちょっと橋まで行きましょう、橋まで。あ、出てきた。あらら、あらら、お母さん見てあげてすみません、うるさいです。大騒ぎだ。お母さんお願い、ここまで、はい、ここまであの表までズドンと、はい、うわー、やれやれ、そりゃ犬も吠えるわ大通りが見えなくなるほど縦に長い米重商店。実はお店の敷地はここだけではなく、こっちもあの一応うちの倉庫というか、はい、道路挟んじゃって、はい、一応お向かいも。そうです。あ、ここが倉庫になってるんですか？はいはい。へえ、はい。あら、これってあれですか？いいです？ちょっと。はいはいはい、はい、ん？これは？あの、出た。日よけなんですけど。はい。いいですか？ちょっと。はい、おお。こっちが上ですね。そうですね。はいはい。こういう状態の一応毛利の家紋が入った。毛利の家紋が。だからこんな感じで。はあ。え、ということはそのゆかりがあるんですか？全くないです。ない。ないんですけど、昔あのタイガーになったじゃないですか。あのタイガードラマの舞台にね。はいはい、はいはい、でその時に行政の方というかが作られてたのが、水害があった時に倉庫を片付けるのをちょっと手伝ったりしてたんですよ。はい、これが出てきて、横に神社があるんですけど、ええ、あの恵比寿神社、あの広島の恵比寿神社の元になってる恵比寿神社なんですけど、そこの世話をお前がしてるからお前持っとけみたいな感じで。要素が増えるな待って待って、ここがどれですか、どれですか、ここが。そうですね、はい、たまたま多分、まあ、うちの父が目の前なので、うんうん、世話をしてたりしてて、保存会っていうのを作るようになって、でその時にまた会長をやれと言われましてかなりの歴史でしょ。そうです、ね、だってどれぐらい前なんですかね。江戸の頃かなんかぐらいかな、うん、ちょっともうはっきりと僕も覚えてないんですけど。会長すいませんではここで沿線遺産と守りたいメモリーズのコラボ、
あなたの大切な写真を見せてください。あら、これですね、ちょっと連続写真といいますか、はい、はあ、ちょっとこのお店の前の道路で撮ってる写真なんですけど、うん、はいはい、父と私が写ってる写真で、認知症にちょっと、うん、なってるんですけども、この写真の頃は、はい、ふざけてというか、はあ、父がやってる格好をちょっと真似して撮って、はい、やったら面白いぐらい結構やっぱ親子なんだ、似てやっぱね、親子なんだなっていう感じで、このお父様が恵比寿社をお世話されてた、そうですね、お父様ですもんね、はいはい、今の会長を見たら天国で怒ってますね、ねえ、怒ってますね、お前は何も知らんな、はい、間違いなく怒ってますそれではとにかく敷地が長い商店に遠征さん認定でございます。いやすごかったです運動になりました、ね、あれ